はい、皆様こんにちは。料理家の今井亮です。はい、今日はこちらストーブでおうち中華から中華風肉じゃがをご紹介します。中華なのに肉じゃがと思うと思うんですけども、とっても美味しいのでぜひお試しください。はい、では今日の中華風肉じゃがの材料です。はい、美味しい油も出て煮ても柔らかい鶏もも肉ですね。あとは肉じゃがに入るような人参、玉ねぎ、ちょっとパンチを効かせたいので今日ニンニクが入ります。最後仕上げ用の絹さやですね。こちらは細く切ってます。はい、調味料も最後にこちらが、こちらを入れると中華風肉になります。後ほどご紹介します。まずお鍋に油ですね。今日米油です。はい、こちらを中火で熱しましょう。まあ、材料ね、煮るんですけども、今日は、香ばしさ、この香ばしさをね美味しさに変えたいので、今日は鶏肉のもも肉ですね、これをまずしっかり皮目からパリッと焼いていきます。これ皮目ですね、これをまず下にして入れていきましょう。皮目から入れることで、この鶏の美味しい脂を出していきますね。油を出しつつ焼き色をつけていきます。基本的にこう焼き色をつけたい場合は、まず最初は触らないでください。はい、焼けたら返す、焼けたら返すというようなイメージで焼いてください。まずここは鶏肉に火を入れることは特に気にしなくていいので、焼き色をつけるということだけを考えてくださいね。ここは、はい、では一度見てみましょう。あ、色ですね。このようにカリッと美味しそうな色になったら返しましょう。で、反対側も同じように焼いてください。はい、これぐらいしっかり焼きましょう。はい。で、野菜を入れていきますね。じゃがいもですね。鶏人参と玉ねぎですね。はい、よりおかず感、パンチを効かせるために、ここでニンニクのみじん切りですね。お肉をしっかり炒めるので、一緒にこのニンニクを入れてしまうと焦げちゃいますので、このタイミングで入れてます。まあ、ちょっと全体にさっと油が回る程度混ぜましょうね。お出汁です。はい、もちろん引いていただいてもいいですし、もうお手軽なパックのものでも結構ですね。まあ、顆粒のような少し塩分があるお出汁を使う場合は、お醤油ね、少し減らしてあげてください。お醤油ですね。砂糖ですね。とお酒です。豆板醤ですね。この和食にも利用することで豆板醤もね使用頻度が増えますね。少しピリッとしたいつもとは違う味わいの肉じゃがに変わります。はい、はい、では沸騰しましたので、まあ真ん中にね沸騰するとアクがさちょっと集まってきますので、まあもうそこをさっと取るだけで結構です。はい、それでは蓋をします。はい、蓋をしましたら弱火にします。はい、もう中火でしっかりこれが温まってますので、はい、弱火にしていただいて10分ほどこのまま煮ていきます。はい、では10分経ちました。一度見てみましょう。よいしょ。はいですね、これ野菜の水分少し出てね、エキスが増えてますよこれは。はい、一度上と下返しましょうね。であとは少しねスープを煮詰めたいので、煮汁の方を、まあ、弱めの中火ぐらいにしていただいて、まあ、3,4 分ほど蓋を取ってさらに煮ていきます。はい、では 3,4 分ほど少しねさらに煮詰まって味が、この煮汁の味が濃くなってますね。はい、はい、では最後に細切りにした方ですね。はい、この柔らかい野菜、お肉の中に仕上げにこの絹さやでちょっと清涼感の香りの青さをつけてあげるとまた美味しいですね。はい、もうこの上に乗ったまま絹さやは蒸らしてあげてください。こちらでも完成ですね。はい、では、今日ですね、中華風の肉じゃがいかがでしたでしょうか。まあ、今までね新しいお料理をね覚えるのではなくて、今日もね皆さんよく作る機会が多いと思う肉じゃがをちょっとこうアレンジして中華風ににんにくと豆板醤を加えて仕上げてみました。まあ、そうすることでね、もう肉じゃがの味を知ってるので、もうアレンジのちょっとイメージもねしやすいですし、もうある程度作り慣れたお料理を少しこうアレンジしていくというやり方もぜひ覚えていただければと思います。もうあのねバターとかねちょっと入れてもらってもいいですよ。はい、で今日この中から紹介しましたけどもね、まだねあるんですよ美味しいのが。
あ、もちろん煮物もね、まだまだありますし、ちらっとですよ、ルーローハンもあります。ルーローハンもありますね。はい、ご飯ものスープもな、こんなおこ、中華のおこは3種類、これもね、めちゃめちゃおすすめですので、もう今日だけではちょっと紹介しきれないので、ぜひこちらをお買い求めいただいて、すべてお楽しみいただければと思います。はい、うん。